園芸門のコーナーです。今週も先週に引き続き ABC アナウンサー兼神戸新開地気楽館支配人の伊藤志龍さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、もうなんか支配人になってまた貫禄というか、そうですか、風格がこうなんかドーンとこう増された気がしますね。まあね、あちらこちらでね、ABC のアナウンサーと、気楽館の支配人、二刀流でございます。二刀流取りましたらですね、はい、海の向こうのあちらの二刀流がどえらい契約をされますね。すごいですよね。ただ私は稼ぎは大したことないぞ、はい、ららと言いながら、辛いのいやでもね本当に、はいはい、まあ、もともと落語大好きですし、で落語が好きなファンの皆さんで、ラジオ聞いてきたよって方もたくさん来てくださいますんで、はい、まあ、皆さんと一緒に神戸から落語を盛り上げていこうかなと。そうですよね、二刀流頑張っております。はい、先週もねお話いただきました、お知見でいらっしゃったということなんですけど、はい、いつぐらいから落語を好きだったんですか。あのね、僕小学校の、まあ、多分3年生4年生ぐらいの頃だったと思うんですけど、テレビでね、まあ、当時今よりもやっぱ落語の番組って結構ありましてね。で僕名古屋に生まれ育ちましたんで、ぼんやり、本当にぼんやり家でテレビ見てたら、当時六代目三遊亭圓生という、はい、時の天皇の前でね、御前落語を行ったというような、まあ、名人がいらっしゃって、うん、それも知らないですよ、全然知らないんですけど、ぼんやり見てた時ですよね。ぼんやり見てたら、これ佃祭りっていう落語だったんですけど、小学校3年生4年生の目の前にはテレビですから、まあ圓生師匠ごめんなさいなんですけど、70超えたじいさんが座って一人で喋っとるわけですよ、はい、のをぼんやり見てたら、もう目の前で佃祭りって、まあ、佃島ね、当時はあの佃のあたりって離れ島だったんで、そこの花火が打ち上がるとか、で実は船がひっくり返って大騒ぎになるって話なんで、もう港にわーっと人が詰めかけてるような姿が、見えてくるわけですよ。わー、和芸ですね。びっくりして、何と、僕どうなってんのと、喋りだけ で、あ、落語ってこういうもんなんだって思ったのが、もう一番最初に落語を思ったきっかけで、で、まあ、それからね、テレビやラジオで見たり聞いたりするうちに、あ、面白いなって、どんどんハマっていって、いや半世紀ですよ、それからね、本当ですね、はい、好きで居続けてる感じですね。自分でもやろうと思ったのは、その大学に入ったタイミングだったんですか。はいはいはい、で4年間落語講座にも上がって、そうですね、もうやらない、ね、もうやらないですね。まあ目の前にね、名人がいらっしゃるので、やめてください。ねえ、でもやってた時と、また今またね、タイミングでその気楽館の支配人になられて、好きだった時で自分でやってみた時、でまあ会社に入って落語家さんとね一緒にお仕事するようになった時で、また支配人としてお仕事を一緒にするようになってって、ちょっと落語に対してのなんか階段みたいな、どんどんなんかステージというか変わってきてるような気がするんですけど、今ってどういう向き合い方になってますか。今は本当に、特に若い噺家さんを中心に、まあ、神戸からもう彼らの彼女らの背中を押していこうっていう感じですね。あとまあちょっと自分で言うのもなんですけど、今のさあやさんが言ってくれた段階で言うと、まあ、僕アナウンサーで落語はね、まあ、やりませんでしたけど、まあ、人前でおしゃべりをする、放送を通じて皆さんにおしゃべりをするっていう世界は、まあ、いわば噺家さんとちょっと近いところありますよ ね、まあ、裏方出る方でいうと、裏方出方なんていうんですけど、まあ、出方の気持ちもすごくわかるので、まあ、今本当に純然たる裏方ですけど、ちょっとまあ出方の気持ちもわかるというところも、まあ、いい意味でプラスと考えて、だからちょっとこういうことを、あの落語に対してアドバイスするとかそんなおこがましいことはしませんけど、あ、こうしたらいいのになとか、ちょっとこういうふうにフォローしてあげたら、もっと力が出るかななんてことはちょっとずつですけど考えながらやってますけどね。本当ですか。はい、いやでもきっとその気楽館にね来られる落語家さんも、シリーさんがいてはったら嬉しいんちゃうかなと思うんですよ。あ、まあ、そうだといいんですけど ね、やっぱりそのメディアでも働いてた人で、働いてる人で、で後方支援じゃないけどしてくれるっていうの、しかもメディアでは全面バックアップしてくれるっていうのが、きっと嬉しいんじゃないかなって思ったり、去年の年末気楽館アワードというね、新しい賞を創設させていただいて、皆様方の熱気で大変にいい、まあ、アワードになったんですけれども、まあこれに続いて年末なんかはどんどんこう若い噺家さんが、あの自分たちの会をやってくださるようになりまして、これまあ年が明けてきてね、こう比べるわけじゃないですけど、天満天神繁昌亭
もうキラッターも昼席というのは、うんはい、毎日1年365日ずっといろんな話し家さんが出てくるっていう寄席なんですけど、夜席朝席っていうのがありまして、これはまあいわば貸しホールなんですね。そうですね。話し家さんやでキラッターに至ってはもう話し家さんじゃなくてもいいですから借りてくださいっていう世界なんですけど、そういったその貸し席の部分ね、貸しホールの部分は、繁盛亭はね10年以上にならないと話し家さんが、まあ、とりあえずあの借り主になれないっていう、まあ、ルールがあるんだそうですが、キラッターそこ全くありませんので、そっか、はい、年末に源太さん、はい、ジャクタさんのお弟子さんの源太さん、はい、それから天吾さん、はい、まあ、入門5年未満の南天さんのお弟子さんの天吾さんは源太さんよりさらに後輩なん で、ね、そんな2人が会を開いてくれました、大変嬉しくて、シールさんも出て、あ、そうなんですよ、ね、ちょっと出させていただいたりして、ですからそういった若い方がどんどんこう自由に会ができるようなっていうところもちょっと今年の一つの目標で、そうなんですね、はい、多角的に、うんうんうん、彼らが頑張る、で、当然のことながら昼席はベテランの方々とも、しっかりこう切磋琢磨していただいてっていう感じにできたらいいかな、なんか気楽感がどんどんまた新しいことを発信していくって、ね、感自体がね、なんか発信していくってなると、はい、きっと話し家さんたちもやりやすいというか、そうですね、いろんなことチャレンジしやすそうですね、はい、うんうん、でシリュウさんがいろいろこうアワードのこともいろいろお話してくださった中で、はい、考えていることがまたさらに広がっているというか、その寄席で、実はね、はい、1月の最終週が桂相場上方落語若手話し家グランプリ優勝お祝いウィークっていうことで、これはあの去年の上方落語の若手話し家グランプリを取った相場さんが1週間主任トリを取りましてという、これは繁盛亭でもやってた企画で、よしじゃあ喜楽館でもお願いしますということでやっていただくんですが、去年の年末喜楽館アワードの決勝に出てくださった笑福亭玉さん、笑福亭風響さん、それから笑福亭鉄平さん、桂三吉さん、優勝した桂寂太さんと、この5人にそれこそあの相場さんと同じように主任になっていただいて、ご自分で番組組んでいただいて、実にこうご自分のカラーを前面に出して華やかにやってくださいっていう企画を2月の26日からまずタマさんのウィークをスタートしまして、3月には三吉さん、4月には風響さんと鉄平さん、5月には寂太さんがそれぞれ自分がベストと思うオーダーを作って1週間運営してくださいますん で、 はい、でいわゆるこう通常の寄席の形態の集もあれば、こういったもう彼らのこう思いがこう詰まった集っていうのも作ってますので、ちょっとその辺も楽しんでいただけるとね、なんかいろいろこうあの私も寄席のラインナップなんかもね毎月見させていただいてるんですけど、その喜楽館は普段通りの寄席っていうのもありながら、そのウィークっていうのでこうちょっと特色のある1週間で、あ、攻めてはるなっていう時なんかもねやっぱりありますし、面白そうやなっていうのがあって、なんか見逃せないなって本当に思ってるんです。ありがとうございます。私 毎日このスケジュール持ち歩いてますからね毎月のスケジュール持ち歩いてるぐらい、ね、アンバサダーに、ね、はい、ご就任いただきましたけど、なんならあの喜楽館のスタッフよりも、はい、スケジュールに詳しかったりしますからね。いやでもね、ほんと穴開くほど見つめて、はい、なんかあ、ここ行けるかな、ここ行けるかなって、もう完全お客さんなんですけどね、どちらかというと、お客さんでは、これも行きたいな、これも行きたいな、あ、でもここは仕事があるから無理かとかね、こう自分の手帳と照らし合わせながら見てるんですけど、はい、本当にこう一生懸命皆さんが考えている番組なんだなっていうのがよくわかりますね、はい、で、今喜楽館は、はい、そのお昼席は毎日やってますけれども、はい、夜は空いてる時と空いてない時っていうのがありますね。そうなんです、これはですからあのホームページを見ていただいたり、はい、まあ、お問い合わせいただいたり、はい、まあ、チラシもね喜楽館はじめいろんなとこ置いてますんで、はい、チェックをしていただければと思うんですけれども、なのでチケット窓口はお昼席空いてる間はもう毎日買うことができますが、す、夜席はやってる時だけ窓口でチケット購入することができるということになっておりますね。はい、いや本当に私ももう大好きな館ですので、喜楽館ですので、それこそねちょっとおとしめされた方とか、女性に実は本当に遊びに来ていただきたくって、と言いますのが神戸新開地ってもうどこからでも電車の便利がすっ
ごくいいところで、阪神も阪急も特急必ず止まります、阪急は特急の終点でもありますし ね、北からは神戸電鉄、西からは山陽電車、で JR の神戸駅からもね地下街そのまま来られますし、ということ で、はい、で2時に始まって4時過ぎに終わりますので、本当にこうじゃあちょっとお茶して帰るとか、あのちょっとお買い物して帰るとか、まあ、いっぱいやりたい方も早めに空いてる店いっぱいありますし、逆にお昼楽しんでから来て、お宅へ帰られても、女性でいうと、まあ、ご家族を家でちょっと食事なんか作らなきゃいけないわってな方も、もう家帰って十分時間ありますので、ぴったりの時間だと思います。ぜひぜひですから、あので、駅出てから平塚までアーケードがありますので、はい、そうそう、雨大丈夫ですよね、雨風また関係ないので、はい、ぜひですから、そのちょっとおとしめされて、出かけるのはなんておっしゃってる方こそ、で女性連れにこそ来ていただきたいと思っておりますんで、企画しましょう、はい、私もあの企画します、はい、皆さんと一緒に行けるような、ぜひぜひお願いします、はい、はい、あのぜひリスナーさんと一緒に、はい、だから沢谷さんがリスナーの皆さんをお連れくださって、私が気楽館でお迎えするというような、ね、もう最高ですね、形でやらせていただきたいと思います、はい、去年から実は ね、あのそうなんです、そんな話してるのは、ね、お話はねしてるんですけど、アンバサダーになっていただきましたので、今年の私の目標ですのでぜひともその際はよろしくお願いいたしま す、はい、またちょっとシリュウさんには個人的なお話なんかもね聞きたいと思っておりますので、はい、そのあたり YouTube の方でもお付き合いいただきたいなと思います。う、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、2週にわたって出演いただきました伊藤志流支配人でした。では今週も伊藤志流支配人に YouTube をお付き合いいただきますが、気楽館というのは、はい、まあ新海地の阪急阪神の駅出て、もう本当にアーケードを出て歩いてもう 2,3 分で着きますよね。そうですね、はい、でそのあそこのアーケードの中にもいっぱいお店もございますが、はい、なんか周りでおすすめの店とかってあるですね、うん、そういっぱいあるんですよ、うん、はい、あの中華さん地屋さんの美味しいところとか、それからまあ気楽館の目の前にね、味のれんっていうなかなかあのホスピタリティの高い居酒屋さんがありまして、はい、それからあの地下街にもいい店いっぱいありますし、地下街、私この間初めて、はい、あの新海地の駅から高速神戸、はい、歩いたんですよ、はい、あの近いじゃないですか、はい、卓球場、そう卓球場があったり、あの街角ピアノがあったりで、ね、そうなかなかいい空間、弾いてましたわ、はい、ピアノで、もう新海地神戸のポイントはなんといっても安いってうまい、これということで、もうぜひぜひそういったグルメも、昼席は2時から4時過ぎまでですんで、お昼そういったあのグルメ堪能していただいてもいいですし、終わってからまあ4時過ぎ結構早めにちょっとこう一杯やってなんてこともできるので、お楽しみいただきたいですし、いや実はねちょっと気楽館の仲間ともそれ言ってて、俺も年が明けてちょっとそんなことを頑張って発信していきたいねって言ってるのが、新海地もいいんです、新海地もすごくいいんですけど、新海地から北の方、山手の方行きますと、公園あります、はい、公園をさらに行きますと港川商店街、それからさらに行きます東山商店街、マルシン市場というね、非常にいい意味で昭和の香りがする、まあ今風に言うと映える、ちょっとこう写真や動画撮ってもいいような、それからもうその港川東山商店街の中に ABC ラジオの聖地岡谷があったりするわけですけど、ドキハキで、あ、そうそう、そのぐらいまでちょっと広げて、なんかこう半日ゆったりあの兵庫のエリアで遊んでもらえるような、でその核に新海地気楽館になれないかなっていう話を今ちょっとずつし始めてまして、そうなんですね、はい、もう毎度言ってるんですけど、女性やお年寄りにこそ遊びに来ていただきたい優しい街ですので、ぜひぜひそんなですから、気楽館で落語終わった後ちょっとお買い物に、実際そんなあの方いっぱいいらっしゃるんですけど、ちょっとお惣菜買って帰ったり、もう新海地ならではのその岡山以外にも、その地元のお菓子屋さんっていっぱいあって、これまた美味しいんですよ、あのおかきとかね、それからあのおまんじゅうとか、それからパン屋さんとかいい店いっぱいあるんで、そんなものもちょっと買っていただきながら、ただでさえ安いその東山やマルシンの市場商店街が4時過ぎになるというところのタイムサービスかかってきますので、すごい、はい、もうまたさらに、はい、大手のスーパーマーケットも価格競争で負けるっていうぐらいの、もう安くて美味しい、そういうお店もたくさんあるので、飲む食べるだけじゃなくって、もうぜひ買って帰っていただくという意味でもお楽しみいただきたいなっていうふうに思ってます。私はね、あの気楽館本当周辺になるんですけど、あの今3つ好きなお店があって、はいはい、まず大力さん、あ
いいですね。おばんざいのね、メインというか、そばのなんかお寿司みたいなのがあったりとか、はいはい、あの和食でね、はい、本当にいいランチを、ですよね、1000円で、1000円なんですけど、こんなに出していただけるんですかっていうぐらい、いっぱいおばんざいの品があって、だから女性はね、ちょこちょこ食べるの好きなんですよ。ちょこちょこいっぱいの数食べるのが好きなんですよ。そう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 、まさにこれがもう叶う、はい、そんなランチですよね。そうそうそう、これ大力さん、大力ですね。だってはあれは気楽館から歩いても本当5分かかるんですね、2、3分ですよ ね、 すね、はい、大力さんが好き、あと松岡コーヒーさん、これねずっと気楽館できた時から私ちょっとあの山手の方に上がってそうなんです、まあ、歩いて 2,3 分ですよね、2,3 分です、はい、ここのあの卵サンド、あ大好きなんですもうその目の前で私焼いて卵をねこう焼いてるんですよ焼いてはるのをこう作ってるのを見るのが好き、はいはいはい、でこれ、まあ、コーヒーも美味しいんです、はいはい、コーヒーと卵サンドを食べるのが好き、はい、あと松濤庵、はい、ね、ここはもう歴史あるお蕎麦屋さん、うどん屋さん、はい、だから今気楽館がある場所の斜め前ぐらいのところに神戸松竹座っていう、まあ、演芸場がありましてね、はいはい、でここが昭和51年までやってたのかな、うん、っていうことで当時のですから、まあ、四天王ですよね、はいはい、6代目初角師匠、はい、3代目春団治師匠、まあ、米朝師匠も若きはね、ご出演されてたと聞いてますし、うんうん、そういった方々が、はい、そのそう、松濤庵が道挟んですぐなんですよ。そうです、気楽館から歩くとまあ3分から5分ぐらいかかるんですけど、うんうんうん、もう松竹座裏だったんで、うん、楽屋口に出前が来てたと。そういうことだったんですか。へえ、うん、で初角師匠やったかな、あ必ず頼むのが甘木、はい、甘いきつね色なんですけど、はいはい、これ甘木を私食べてみたくって、はい、それはお話聞いて、はい、で行ったらもうめっちゃ美味しいでしょう、はい、なんじゃこりゃっていうぐらい本当に甘木が美味しくて、はい、もうちょっと余裕あったら私あそこまで、あいいですね、足伸ばして、それで言うとね、まあプチ、情報で言うと、はい、その六代目初角師匠が愛してやまなかった、はい、その松濤庵っていうところに、うん、そのお弟子さんだったのが六代目の初教さん、今の修行さんの、はいはい、あのお父さんちゃんはあの師匠ですね、師匠ですよね、そうそう、はい、でその六代目初教さんで、うん、七代目初教もいますが、六代目の門弟に笑福亭清教さんいらっしゃいます、はいはいはい、で笑福亭清教さんの門弟に笑福亭清寿さんという若い素晴らしい話家さんいらっしゃるんですから、はいはいはい、だから清寿さんからすると初角師匠はひいおじいちゃん師匠になるんですけど、なるほど、はい、うん、清寿さんは必ず気楽館来るときにはまず松濤庵でご飯食べられる、あやっぱりそう、ひい、うん、おじいちゃんが愛した、それから六代目初教師匠も愛したと、六代目初教師匠は兵庫県の小野のご出身で、はい、で小野から神戸電鉄に乗って、で松竹座で当時昼夜入れ替えなかったのかな、もう一日演芸見るのが楽しみで、それが高じて初角師匠のことに入門したっていうことで、ひい、うん、おじいちゃん師匠、おじいちゃん師匠ゆかりの松濤庵で必ずご飯食べて、まあ一つよしって思って気楽館で落語やってくださるんですよ。そこも伝統ですか、ストーリーですよ、うわ、ね、素晴らしい、まあそんなの見るといやいいですね、まあ、落語好きとしてはじんと来るわけですよ、たまりません、はい、で今ね私この3つも好きなんですけど、新しく、うん、あのなんていうか探索してるというか、ほうほう、探してるんです、うんうん、タバコ禁止というか、ほうほう、禁煙のお店をちょっと探してて、うん、はいはい、あんまりないいいでしょ、そうですね、あのエリアね、なのでなんか新しくちょっと広げてみて、うん、自分の足でちょっと歩いてみて、はい、探してるんですけど、なかなかまあちょっとない、まさに今、はい、そこをリサーチして、うん、ちょっと深海地でこう例えば女性が楽しめるマップとか、おじさん楽しめるマップとか、お酒が美味しい店とかね、ちょっとね、はいはい、そんなものを、まあ、紙ベースでもそうですし、今時ですので、ウェブでもね展開できるんで、ちょっとそんなものを作っていこうかなっていうプロジェクトが、プロジェクト言うとも僕とあと 2,3 人ぐらいなんですけどあのみんなでちょっと頑張って作ろうかなって今ね私探したのはちょっと上にあった公園の右手前に映画館がありますね、あの辺りに一軒カフェで、はい、禁煙のカフェが、そうなんですね、はい、確かにね、僕もそうなんですけど、タバコ苦手な方ってやっぱいらっしゃるので、はい、お客様にも聞かれるんですよ、タバコを吸ってない、ね、禁煙のお店ってありますか、ちょっとなかなか難しくてっていうのは心苦しいので、はい、じゃあさやさんと2人でちょっとリサーチして、もう一軒見つけました、あのね、もうちょっと下の方に下がるんです、うんうんうん、映画館よりは下の方に下がるんですけど、うんうんうん、結構気楽館からは歩いて10分ぐらいかな、うんうん、10分ぐらいのあたりにも一軒、はい、
沖縄、あ、沖縄じゃないな。でもカフェと夜も結構遅くまでご飯が食べられるお店、出前もやってました。そこはそのエリアは実は神戸市営地下鉄の駅がすぐ近いの で実はどこからも来やすいとこでもあるので、はい、いや私もねちょっと探索してるので、ぜひそのマップ作りに一員に入れてください、はいはいはい、ありがとうございますいやなんかこんな風にね、うん、街ぐるみでいろいろこうキラッカーも一緒になって盛り上がっていけたらいいですね、はい、実は本当にあの電車の便利の非常にいいとこですんで、うん、まあ、兵庫県の方 もちろんですけれども、大阪とか京都から、うん、あの例えば堺ぐらいからキラッカーお越しくださる方はいらっしゃって、どうでした、うん、案外早かったですとか、あ、こんなに便利に来られるんですね、うん、なんて皆さん言ってくださるので、うん、ぜひぜひちょっと先入観取っ払っていただいて、ね、はい、もうエリアごと楽しんで、まあ、半日遊んでいただくということをやっていただけると、うん、まあ、キラッカーとしても嬉しいなと、そうですよね、はい、いうふうに思います。はい、紫雄さん その支配人としてのその今後の目標っていうのはどういうものがございますか。いや、もうまさに街ごと楽しんでいただける気楽感っていう、はい、これ笑い話なんですけど、最近その ABC ラジオで南天さんご推薦ドキハキの岡やんというあのスルメ屋さんがもうえらい繁盛しておりまして、で我々気楽感って新海地の駅から出てすぐなんで、もうやたらお客様に聞かれるわけですよ。はい、あの今からおかやん、そうおかやんどこですか、でちょっと説明する、若干ちょっと狭い商店が入っていくので初めて来る方に難しいんで、で気楽館のスタッフが心優しいので、うん、地図作りましてですね、はい、手製の地図作りまして優しいな、もう窓口で配ってるんですよ。で、何でしたらもうあの落語見ない方にも配りますよって言ったら、結構あのそういう方もいっぱいいらっしゃって、でもそんな感じで、まあ、街は楽しんでいきたいなと、うんうんうん、そのなんかある種 その情報ステーションに気楽館があって、でそこで落語をやってるっていう感じになると理想かなっていうふうには思います。はい、なんか東京のね、その昔からある寄席小屋とかもそうですけど、うんうん、やっぱり町に馴染んでますもんね。そうそうそう、本当そうですね。町の一部っていう感じで、うん、町と一緒になってその全体をこう盛り上げてるっていう感じがやっぱりしますので、はい、気楽館もぜひそういう存在に、はい、ね、私も力添えできたらなと思って、はい、落語を楽しんでいただいて、はい、町ごと楽しんでいただけるというふうに、うん、皆さんお待ちしておりますので、はいはい、私もきっとおるかなあの時間が許す限りは遊びに行きたいと思ってますので、はい、ぜひ皆さんも来てくださいね、はい、よろしくお願いいたします。もう2週にわたって本当に楽しいお話聞かせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。皆様のご来場お待ちしておりますし、はい、今年も阪神タイガースの中継頑張ります頑張ってください。伊藤紫雄支配人、そしてアナウンサーでした。ありがとうございました。